これはお酒絞る酒瓶を飾ってあったと。ですよね、見たことあるんですけど。思いますけど。築200年の酒造見学、ここ酒が並んでます。すごいね。ああいうタレで作ったタレ。ああ、なるほどね。結構謎な感じだけどね。これもね、天井ね。カフェ。そう、あれっぽいね。昔からね、酒屋の大将ですね。ここ。あ、お酒のいい香りがしますね。なんか、ほんわかした感じが一瞬。あ、ですね。これがね、純米酒の、生の原酒なんですよ。向こうの方が純米酒のね、生の原酒でね、これはね、美味しいですよ。すごいいいですね。数字的にも酸度もすごい低いしね、大吟醸に負けないぐらい美味しい。酒屋の人ってすごいお酒強いイメージがあるんですけど、全然飲まない。あ、そうなんですか。タンクのできた時に。ちょっと酒造の築200年の酒造見学。かわいい。かわいい。ああ、なるほど。始まります。ああ、そうなの。明日。明日なんです。明日なんですか。うん、今日はもう何もなしに。今日ははい、準備してある。ああ、なるほど。あ、そういうことなんですね。はい、でも年末年始とかもやっぱりいろいろもなんかあったりするわけなんですかね。うん。まあこの試飲会が一本目がお酒が絞られましたので、毎年こういうふうな試飲会をしてるんですけど、ね。ああ。いつもよりは縮小版で。ああ、ですよね。昔のお酒っていう感じのね、象形文字が書いてある。ああ。昔はこういうふうな亀でね、お酒を込んでましたので、亀が中心になってますよね。これとかは？これ大丈夫。これはお酒絞る酒骨ですよね。圧搾して。これは杉玉と言いましてね、お玄関にも飾ってあったと。ですよね、見たことあるんですけど。思いますけど、杉の葉っぱでね、こういうふうな丸いボールを作りまして、で玄関に飾りましたら新酒ができましたよっていう。ああ、なるほど。表してる。なるほどね。昔蜂の巣だと思ってすごい怖かったんです。怖かったんですよ。これなんかね、もう少し大きいのだとね、このくらいにだと。インターネットで買うと30万円、だからちょっと毎年買えないじゃないですか。だから普通の酒蔵さんではもう茶色いのをね、もう乾燥したらこういう風な色になるんですよ。これが杉の杉の葉っぱ、ね、葉っぱで、すごいですねこれ。ああ、なるほど。そういう意味で、はい、時期を知らせるんで、そうそう、時期を新種ができたっていう、まあ、それの、へえ、それで3ヶ月ぐらいしたら海
熟成しましたよっていうことを表してます。ちょうどいい時期だと、はい、あ、はい。お酒作りに挑戦してもらえるんですよ。今日も朝来られてね、仕込みに手伝ってもらったりしてるんです。お米作りもね、してますよ。これも 別料金でってことですか？別料金か、まあ年間4000円ぐらいで。ああ、そういう会員みたいな。連絡代ぐらいで。なるほど。で、してもらってね、まあ、最後に終わってから打ち上げパーティーしてね、まあ、少しお安くね、普通の人よりお安く、この方がおられますがね、うん、もう70、80のお年寄りまで、まあ、お元気な方で、お米洗いとか結構体力使いますんで、元気な方がね、皆さん。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。あの五重の塔の後ろに遠くに見えてるお山がね、木の城ですよ。ああですね、木の城行かれましたでしょ。行ったことありますね。なんか遠くに見えるけど意外と近いよね、車で行ってもね。あそこにあのたたら製鉄で鉄を作ってたっていうところ知ってる？全然知らないです。そうですってね、もうあの砂鉄もたくさん取れたりして、鉄を作るっていう技術がね、やっぱり大陸から流れてきてね、鉄を作るっていうところがたくさんあったんよ。鉄を炊いた後にね、コークスみたいなね、燃えかすができるんですよ。もうそれがあの総社の奥の方の山行ったらね、河原とかにもいっぱいあるらしい。だからもうこの辺旧山陽やっぱ面影がありますね。そう、いいね、近く。これバスが通ってたんだからね。今通ってないよ、バス。そんな人バックしてたらバスが通ってた。超仮想地になってしまいましたけど、いやーすごい、なんかね、その今多分カメラでは多分2階は映せなかったんですけど、まあ、2階にもいろんなね、そういうものがあったりして、昔のねものがあったりして、すごいおばあちゃんが喋るのよ。やっぱそのね、やっぱこういう、やっぱおばあちゃんも言ってたんですけど、こういうコロナのなんで、ね、そうやって人と人とがつながることがね、やっぱりその難しくなっていくんですけど、まあ昔からのつながりを大切にね、してればなんか、まあ、収まってからね、楽しくできると思うんで、お酒を飲みながら一緒に楽しもうっていう風におばあちゃんも言ってたんで、まあ、コロナなんで今我慢ですね、本当に。大丈夫ですか？はい、そういうことをね、また2021年はコロナなくなってほしいなという、はい、ありがとうございます。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。